大輔エリナの聞いてがってん下町シマウマラジオ。はい、皆さんこんにちは、始まりました。第21回目のシマウマラジオ、21回目になりました。はい、このラジオでは、地域のつながりを増やしながら下町の未来の働くを考えるということで、ご意見番大輔こと有限会社人事労務代表の、矢作と、私金野が、ゲストをお迎えしてお話をお伺いしてまいります。ラジオ名のシマウマは、企業利益と社会貢献、2つをこう両立している企業を、まあ、ゼブラ企業というわけなんですが、まあ、そこからシマウマを、マスコットにとって、おります。働くことや、生きること、そのものを、深く楽しく考えていく、そんな時間にできればいいなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、テーマとしては、身近な政治、地域の幸せな暮らしと政治について考えるをテーマに、台東区議会議員の、灰野健さんに、ゲストとして、お越しいただきまして、お話をお伺いいたしました。非常に私も今回勉強になりまして、なんていうかこう本当お話を、はい、お伺いしたところから、ね、なんていうかこう地域に向けるちょっとこう目線がなんかちょっと変わってきたなっていう感覚もあるので、うん、はい、政治家の人は今回初めて、ね、そうですよね、はい、お招きした、なかなか新鮮な形で今日お送りできるかなと思います。はい、はい、ぜひちょっと地域の皆さんにも聞いていただければなと思っております。はい、それでは、VTR ご覧ください。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。今回のですね、下町シマウマラジオはですね、ゲストにですね、台東区議会議員の灰野健先生をお迎えして、お送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。灰野です。はい、またですね、今回一緒に対談を進めるメンバーとしまして、もうこの番組でもご意見番大輔、おなじみですけれども、弊社代表の矢作も一緒にですね、交えて対談を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、まず灰野先生の、自己紹介ですとか、ちょっと日々取り組まれていることについてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。台東区議会議員の灰野健と申します。今当選させていただいてちょうど3年が経ったところでして、まだまだ新人議員として活動しています。生まれは青森県でして、台東区にもともとあまりこうゆかりがなかったんですけれども、今国会議員をされている辻清と衆議院議員となりまして、そこで私秘書をさせていただく縁いただいて、そのまま台東区が大好きで台東区議会議員として活動させていただいております。矢作先生とはもうずっと社労司会含めてですね、いろんなところで大変教えていただきながら活動させていただいております。日々の取り組みということなんですけれども、やっぱり議会議員っていろんな仕事がありまして、なんていうのかな、仕事なのか遊びなのかわからないっていうのが結構あるんですよ。例えば今度だと台東区の小中学生がみんなで合宿に行くんですけども、うん、コロナ禍でやっと3年ぶりに開催されるということで、そこに僕泊まりに行って、どんな活動をしてるのか見に行きたいっていうので行かせてもらうんですけど、じゃあこれが仕事か仕事じゃないのかって、これ私すごく難しい。それ重要ですよ。でそこで、そこで大人の人たちと話したりとか、子どもから課題を聞いたりとかしながら、またそれを癖に反映させていくってことで、いろんなところにいろんな意見をもらいながら活動しているから現状ですかね。はい。ざっくりしてて大変申し訳ないんですけど。いやでもね、今の灰野先生のお話なんですけど、はい、我々もその日本の未来の働くを考えて。私なんかだったら日本イエス開発協会ってやってるんですけども、はい、それがまさに今ハンス先生のお話じゃないんですけども、日本橋から日光東照宮まで143キロを歩くっていう路線なんですけどもそれも仕事なのか、参加する人たちが、地域 その学生さんだとか、いろんな企業の社長さんとかなんですけども、はい、歩きながらそういう働くについて語り合っていくんです。それはやっぱりある意味若い人たちの意見も聞けるし、地域の働く人たちのそういった、大企業だけじゃなくて地域に根ざした働き方ってどんなんだろうみたいな学んでいくのもあるし、
まあ途中途中でちょっと飲んでたんですけど、まさにだから、働いてるのか遊んでるのかっていう話で、うん、まあそれがすごく、まあ豊かだなぁなんて思いますよね。豊かですよね。ね、うん、ボランティアで、使用済み切手の縁を切るっていうボランティアが台東区がありまして、うん、それ10人ぐらいが長テーブルに座って、うん、本当にただ切手の縁を切ってるだけなんですけど、で、飴ちゃんがあって、飴だけちょっと舐めながら切手を切っていく。ここでいろんな世間話を しながらやっていくのを見ると、みんなこう何か作業しながらだと、胸筋開いて、いろんな話ができるので、うん、まあ、いいですよ。いやすごくいいと思う。あ、すいません、ハナさんの自己紹介、大輔先生、入っちゃった。仕事なのか遊びなのかもうよく分からないみたいなつながりってすごい大切だと思うんですが、ちょっとそこの話はですね、また最後に、はい、はい、ちょっと触れていきたいと思いますので、はい、まず一つ目の、そうしましたら質問としまして、まあ、我々のようなですね、その一企業ですとか、まあ、一団体、また一住民ですね、は、まあ、どうすればその、まあ、ハイノ先生のような、まあ、政治家に会うことができるでしょうかっていうところです、ね、はい、まあ、その住民への、その政治のアクセス方法ですね、ちょっとお伺いできればなと思います。はい、まず台東区に政治家、区議会議員として、まあ、32人定員で31人いるんですね。で、人口20万人ぐらいですから、まあ、だいぶ合うはずなんですけど、なかなか実は合わない。これなんて。はい。で、特にですね、私なんかは結構インターネット、SNS だとか、ホームページだとか、電話番号も公開してますので、そこから電話が来たりとか、あと、匿名の方の場合は、やっぱりツイッターが、の相談ってめちゃくちゃ多くて、そうなんですね。週に3、4件はツイッターの相談ぐらい。そうなんですか。はい。で、匿名のまま相談をして、匿名のまま回答をしてっていうのは結構多いですね。なんで、昔、で、政治家に何聞いていいかわからない、うん。政治家って結局何やってるかわからないっていうのがまずあって、だからアプローチしようってまず思わない方が結構多いと思うんですけども、うん、どっちかっていうと、なんていうのかな、同じような笑顔の看板はこういう看板があって、式典に来て、式典が終わったらみんながまだ座ってる時にもう先に退場していく人みたいな、うん、なかなか話す機会って実は ないんですけれども、うん、ですね、なんでやっぱり簡単に議会事務局、台東区のホームページでもいいですし、電話でもメールでも、まあ、もし匿名であればツイッターでも連絡取ると意外と皆さん対応すると思います。そうなんですね。はい。で、話したときに自分の意見と合わないと思ったら、また違う方に会ってみると、話があったりとか、これですね、仕事の進め方、山登りもそうですけど、はい、いろんなルートがあるので、うんうん、ゴールにアプローチの仕方が。好きな政治家というか、話が合う政治家を見つけるっていうのは、まず一ついいのかなと思います。僕もお勧めしますね。いや、でも、我々も、フェイスブックでね、ハナさんとこう、つながって、まあ、いつも熱いね、いろんなメッセージ見させてもらって、まあ、たまに私もコメントさせていただいて、させていただいてるんですけども、はい、まあ、本当にこう、まあ、社労士会では、私も台東区の政治連盟をやって、でもそれでこう、まあ、政治家のね、特にハナ先生にお世話になってるんですけども、先生方とおっしゃりになって、あ、そうか、こういう形で、お付き合いしていくんだなとか、あ、こういうふうな動き方を政治家の先生としてるんだなっていうのを、ね、知って、もう本当に、まあ、身近な、ね、まあ、存在として、まあ、すごく、まあ、この井野先生たちとはやらさせていただくっていうのがあるんですけども、なかなかそれまでやっぱり一般の人たちにとっては、まあ、ある意味こう、ちょっとこう、離れてるっていうか、まあ、先生って感じに、ね、なっている人たちも非常に多いんで、まあ、本当に、今回このラジオを、ね、通してでも、早野先生からまずちょっとお返ししたいなと思いましたし、まあ、島村ラジオもね、まあ、今までは起業家の方とかね、その NPO の団体の方とか、形だったんですけども、まあ、議員の先生をお呼びしては、今回初めてということなんで、まあ、ちょっと今日は、ね、すごい楽しみです。すいません。貴重な機会をありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今挙げていただいたその、まあ、連絡手段の、まあ、SNS でしたり、まあ、ホームページ、まあ、電話等々のツールを挙げていただいたところで、まあ、例えばなんですけれども、じゃあこう、
携帯とかパソコンとかよくわからないとかっていう、まあ、特に高齢者の方には多いと思うんですけれども、そうこうなんかリアルの場で定期的に開かれる場とかってあったりする？あ、そうですね、私なんかは区政レポートってチラシを作ってポスティングを、僕の住んでるエリアあったり大体2万から3万ぐらいポスティングをするんですが、その時に区政相談会をやりますよっていうので、何月何日ここでやりますから、よかったら来てくださいねっていうので出したりとか、あとは土日の夕方のスーパー前に立ったりするんですけど、朝の街頭の時はみんな忙しいので、うん、皆さんこうあれなんですけど、夕方の街頭、土日は特にスーパー前だとあんたさんみたいな、あとなんかすごいみんなお茶とかくれたりするそういうところで話聞いたりとか結構ありますね。で、話してる姿を見て、あ、今度聞いてみようってまたなってくれるので、うん、同じ時間に同じ場所に立つっていうのを、はい、うん、多分いろんなエリアでいろんな先生やってるので、話しかけてみると意外とみんな、うん、話してくれると思う。ぜひ。なるほど。わかりました。まあ、その住民が、まあ、今言ったような形でその、まあ、政治家の方にアクセスするっていう、まあ、方法、まあ、一つ の, その政治住民の政治参画の一つの方法だと思うんですけれども、まあ、やはりもう清廉で活動している中で、実際にそういう政治家とのつながりも、まあ、実際に範囲の先生とのご縁ももちろんそうだと思うんですけれども、範囲の先生側から例えば、まあ、そういった形で、例えば、まあ、弊社で言えば社労士になりますけれども、そういう事業の専門業の方とのつながりですとか、うん、まあ、もちろんそういった業種に限らず他の一企業もそうなんですけれども、まあ、そういったつながりですねっていうのも、まあ、当然ですけれども、こう物事を動かしていく上で、まあ、もちろん必要になってくる場合っていうのもあると思うんですけれども、まあ、このあたりのつながりの作り方ですとか、まあ、日々どのように意識されているかなと、はい、もしいただければ。あ、逆に言うと、なんか一緒になって、うん、まあ、このその区のね、その性を動かしていくっていうのは、話なんかあるのかなと思って、社労士会にもとっても、まあ、今日後半でもしかしたらお話するかもしれませんけども、学校教育の問題とかね、また、労働条件審査、ね、僕の台東区の地域の、その、まあ、誠実にね、仕事をしている会社さんに、どん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 、こう、まあ、経済をね、担っていってもらいたいみたいな、そういうところなんかを、もう一緒になってやっていくっていうね。まあ、その辺で、ハン先生なんかともお話をさせていただく、そういう、こう、場をね、持ってるんですよね。だそういうのを、こう、我々なんかも非常に大切にして、まあ、社労士会と、まあ、ハン先生たちの、議員の先生たちと意見の交換会、そういうのをやらさせてもらってるかな、なんて思いますよね。先生、本当にいつもありがとうございます。いつもありがとうございます。どうなんですかねって、丸投げしちゃって、本当先生、すいませんでした。やっぱりその、僕たちは、議会で一般質問って、区長にこう、こういうのやったらどうですかとか、提案するんですけれども、それと同時に、委員会っていうのがあって、委員会っていうのは何やるかっていうと、まあ、区役所側が、提案してきた条例だとか、こういうふうにルール変えますよとかっていうのを、審議して、まあ、クセに反映していくんですが、この時に、やっぱり、これが本当に正しいのかどうかって考えた時に、タクの事例、タクがどうなってるのか、そして、もちろん、社労士の先生だったり、専門家の先生方に聞いて、実態に伴っているかどうか、っていうのはやっぱり、やっていかないと、区側が提案してきたものが、本当にそれが正しいのかどうか、これが日本の中でどれぐらい位置づけの進んでいるグループなのかとか、わからないので、なるほど。こういうのはやっぱり先生方に聞き、資料の先生だったりとか、その専門の会社だったりとかにやっぱ聞きに行かないと、まあ、僕たちも提案ができない、提案ができないと何が起こるかっていうと、よくあるのは、いつも毎年同じような質問ばっかりしちゃうってなるんで、例えば、今だったらインボイス制度の、はい、インボイスの話だったら、台東区の先生に聞きに行って、で、インボイスの説明会を区としてやっていかなきゃいけないんじゃないかっていう問題意識をまず、公認会計士の先生と話をして、それいいねって話から始まって、
本当は税務署の話なんですけど、区がやらないと区民が結構困っちゃうっていうので、わかります。やりましょうと提案して、実際インボイス説明会が始まったりだとか、そういうのって僕だけはインボイスやった方がいいよねだけだと、ロジックがないので、ロジックの部分とかを先生に聞きながら教えてもらって、組み立てるとやりながら進めていますね。だから本当に先生方と一緒に区を作ったりとか、地域の方と一緒にやってるような感じがあります。でもあれでしたよね。雇用調整助成金を、出口が、それでもやったときも、もう真っ先に早野先生が、これも絶対にやっていこうよって話をしていただいて、動画を作ってやりましたよね。先生、大変助かりました。いやいや、とんでもないです。あれは本当に、まあ、逆に、あ、そうかって、区の方が、もうここに求めてんだなっていうのは、逆に我々も分からなかったんで、逆に早野先生を通して、あ、これは社会的に意義あることを今やろうとしてんだなっていうのを、まあ、俺はでもすごい気づかされたんですよね。雇用調整助成金は、本当に全然わかんないとかわかんないから。全然わかんない。全然わかんないですもんね。聞かれてもわかんないし。やっぱりでもそれぐらい厳しくしないといけないルールだったと思うんですけど、それを説明していただいて本当に。ええー、でもそれも本当に。これももう、いい、仕事を区のためにできたんだなっていうんで、すごい嬉しかったですね。はい、いや、本当にもう私の周りも。その後、台東区は、社労士会5回ですかね。はい。雇用調整助成金の説明会をやっていただいて、いろんな人が助けていただいているところを見たので、私も。でも、ああいうのってやっぱり、資料の先生繋がってないとできないですもんね。そうなんですよ。あれもじゃあ何が台東区全体で、もう今求められているのかって、なかなかやっぱり逆にわかんないですよね。いや、本当に助けていただいて。本当にそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今、まあ、その条例の部分でお話があったところで、はい、まあ、その、まあ、一つの方法として、まあ、住民の方もその署名を集めて、まあ、条例の制定の請求というのも、まあ、制度としてはできる形になっているんですよね。はい、ちょっとなかなかハードルが高いというか、50分の1かな、ですよね。ちゃんと調べてみました、見たなかなかとはいえ、まあ、その署名がなかなか集まらないっていう、まあ、50分の1である、まあ、なかなかハードルは高いと思うんですけれども、それ以外の方法で例えばそのじゃあ政治家の方、まあ、区議の方にこういうことを伝えてとかっていうアクセス方法もあるんですか？結構ありますね。実際、まあ、いろんなやり方があるんですけど、本当に私の場合だと一般質問にしちゃう場合とか、あとは直接区の中枢の人に相談に行く場合もあります。例えばあとは陳情だとか、陳情とか請願って言って議会で実際審議してもらう場合もあるんですけれども、一番簡単は多分政治家に言うのが一番簡単で、私コロナ中にやったのがコロナのワクチンの予約がネットか電話だったじゃないですか、最初の頃。電話は繋がらない、ネットはできないし、そもそも持ってないと、という人が配得多いじゃない、どうするのって話があって、片や隣の墨田区さんはめっちゃ進んでると、どうするのって話になって、で私ちょうどその話何人かから聞いてたん で区のある方に相談に行って、並んだら予約ができる窓口を作ってほしいっていう話をお願いをして、それをいいねってなって、結局すぐ作っていただいて、区役所の1階でですね、座って並んでいけば必ず予約が取れる。おー、それちょっと年上に立つだったら安心して並んでれば取れるから不安にならないっていうのでやらせてもらったりとか、そういうのとかってなかなか区民の方が急にポーンって言っても進まないものも、まあ、議員を使うことでできたりだとか、まあ、やっぱりいいのかなって思いますね。やっぱすごく政治もそうだし、経済もそうだし、やっぱり、遠くなってる気が、まあ、いろいろしてると思うんですよね。だから、やっぱりこう、まあ、投票率もどんどん下がってたりとかするし、やっぱそういうのっていうのは、今みたいに、花先生みたいに、そういうような、あ、ことができるんだ、あ、じゃあ、こんな身近に相談できる人たちがいるんだ、みたいなのが、すごく、なんかこう、大切なんじゃないかなって。すごく思いますよね。そうですね。本当に言ってみる、不満を言うだけでも、世の中って変わることが結構あって、あ、この不満確かに何回も聞くからやってあげよう、やろう、自分のこととして取り組もうっていう先生方、すごく、僕だけじゃなくて、僕が尊敬する台東区議会議員の先輩いっぱいいらっしゃいますけど、ほとんど多分そう思ってて、なるほど。
なので言ってみるのはすごく大事ですよね。なんで、ぜひ政治家は先生って呼ぶんじゃなく使うものだと思っていなたるだほけど。です。まあ、使うものだっていうことらしいですからね。まあ、身近に反先生に、きっと、ずっと。32人いますんで。次の質問に、移りたいと思います。まあ、防災のところですね、その防災に対する、というところで、まあ、皆さんの記憶にも新しいと思うんですけれども、まあ、東日本大震災という、まあ、大きな災害がある中で、まあ、私自身当時学生だったんですけれども、まあ、学生ながらに、やっぱり、まあ、生活ももちろん政治も大混乱しているなというのはすごい感じたんですけれども、まあ、その中でのその防災に対するですね、その政治の役割ですとか、またより住民に近い立場にあるその区議としての役割、範囲についてどのように考えていらっしゃるか教えていただければと思います。もう防災は政治家も区でも都でも国でも全員が一番大事にしている一つだと思います。で、僕の場合は東日本大震災、仙台で被災しまして、当時その日の夜停電してたので、仙台市内は空がすごく星が出てたんですけれども、その日ですね、飲食店で働いてたんですが、こんなに人救えないのかって、先進国である日本でこんなに人が亡くなるのかとか、すごく無力感に襲われたと間違いない経験で、もっとやれることがあったんじゃないか、もっと政治が、というよりは私自身が助けられたことがあったんじゃないかなって、その3時頃地震が起きたんで、その4時間ぐらいかな、に思った時に、この4時間俺は何してたんだろうなって、自分も買い物したりとか、飲み物買ったり、ちょっと物を配ったりしたんですけど、もっとできるようになったんじゃないかとかっていうのはやっぱりすごく思いまして、今防災っていうことになってくると、政治が防災をやるっていうよりは、防災についてはこう、多分みんなでやるっていうのはもう間違いなく正しい表現で、ソフト面とハード面、つまりその地震が来たら机の下に隠れましょう、もうそうなんですけど、これを周知していくのも大事なことでしょうし、一方でその火災が発生しないように、どういうふうにしていくだとか、今の場合、台東区だと、木密火災発生地域ってやっぱりありまして、これ、ネットで調べるとすぐ住所出てくるんですけど、台東区に何箇所かある中で、そこの、道路をちょっと広げることで火事を減らしたりだとか、建て替えるときに耐熱性、耐火性のある壁を使いましょう。に対して助成金。助成金を出すことで、それを使いやすくして、被害を食い止める。結構やってることが多いですね。政治家というよりは個人的な立場としては、避難所に行きましょうってもう皆さん書いてあるんですけれども、丸々公園から丸々小学校へとかっていうふうになってると思うんです。小学校に避難できるタイミングがみんな家族でバラバラだとなかなか会えない。そうですよ会えね。ないっていうので、私がずっと伝えてるのは、丸々小学校に12時とか3時、6時、この時間に校門の下で会いましょう。というふうに時間まで区切ってやんないと、小学校って言っても広いので、その中で人がいっぱいいて、テントが立ってとなってる中だと、なかなか難しいので、そこまでやった方がいいんじゃないかっていうのを今、区にも提案したり、皆さんにお伝えしたりっていうのをやっている感じですかね。まあ、うちもね、避難訓練を毎年ね、やって、このあと祖谷南公園行って、ね、駒形小学校行ってってね、やってますけど、もうなんかもう、どっちがあっち行くなんて言いながら、そこからやってますから、ヘルメットをかぶってないよみたいなとこからやってますから、でも今みたいなね、お話っていうのは、すごく、まあ、大事だなと。我々もやっぱり、社員さんが30名ぐらいいるんで、まあ、それぞれが、まあ、ここで起きた場合に、じゃあ、実際どこであるんだろうとか、あともう、みんな、まあ、お客さんのとこ行ってると思う。ほぼに行ってますから、もう会えなくなっちゃいますね。その時にじゃどういうふうな形で、ね、みんなと、交流をちゃんと連絡を取り合うかって、すごく、まあ、大事だな、なんて、大す事ごでいす感じますよね。ね。携帯もやっぱ繋がんないですよね。手で繋がらない。まずね。繋がらないでまあ、そす。の前、某電話で 頼まれましたけど聞いも。たら、皆さん、その某電話。いや、これはもう大変だと思いましたよ。はい、参りね。ました。
実際、非常時ってもう情報がそうですね、ああいう状態がずっとね、なるわけですもんね。実際そのまあ、あの私も当時その東日本大震災の時なんかはやっぱ電話の回線パンクしちゃったので電話はもう一切普通の状態で、まあメールも基本的にはもうリアルタイムでのやり取りが届かない状態だったんですけれども、そういう状況によってその情報ってどこに取りに行けばいいんですかね。情報はですね、本当申し訳ないんですけど、もっとちゃんと情報出さないといけないと思いますね。この基本的には区が情報を出す、区の情報とあと口コミが出てくると思うんです、はい、これ結局どこまで行っても口コミの方が強いので、あのまだ出て、あの今度この時間にここで食べ物が配られますとか、あっちに避難所移動した方がいいですとか、もうこの避難所はパンパンですよ、行ってももう受け入れられませんよとかって情報を区が全部出すと、もうそれをみんな見てる時間の間にもうどんどん流れちゃうんで、はい、そのエリアの口コミを持ってる人たちのグループにアクセスしないといけないんですけど、これ一番やっぱ向いてるのがやっぱり本当申し訳ないですけど SNS ですよね、うん、Twitter とか Facebook とかにはそれが情報あ、うん、集まるの で、うん、であと地元の消防団、うん、もう地域回りながらあっち行った方がいいこっち行った方がいいってやってくれると思いますので、それはぜひ使っていただけたらなと思います、うん、情報を一箇所に集めようとすればするほど多分見づらくなってくると思うんで、うちもね最近あの自家発電機をね購入してね、もう万全な体制をと思ったんですけど、やっぱり電気がつながらちゃう、それこそ携帯もね充電流れちゃうし、そのね、すごい、まあ、不安で大変なことなんじゃないかなと思うんですよね。あの特にあの安否あの難しいんですけど、うん、安否確認の電話ってこれあの例えば私が被災したら、うん、安否確認の電話バンバン流れかかってくると、うん、大丈夫です大丈夫ですって言ってるだけでもう終わっちゃうので、それで電池がなくなっちゃって必要な情報に調べたいのも電池がどんどんなくなっていくし、ずっと着信ブーブー言っちゃうっていうので、安否確認とかは今あのやっぱり Facebook でまあ安全大丈夫でしたって報告するとかって機能とかありますので、使いながらなるべくそのすぐに電話っていうのは家族間はやってもいいと思うんですけど、友人知人まで行ってしまうともう収集相手側が電池がなくなってしまうっていうのをちょっと考えてみてもいいのかなと思いますよ。でも発電機があれば助かりますでもあれですか、いろんなところで発電機を、まあ、そういうふうな話できればっていうのを作っていくわけです。そうですね、今もう作り始めてまして、うん、あの同時に100台ぐらいですね、携帯充電できる発電機っていうのを台東区内に何か所かのエリアに置いてまして、避難所で今一番大、まあ、大事な水食料、うん、トイレと同じぐらいやっぱ携帯電話の電源充電をどうするかって課題になってます。そこに対してはもうケアが終わっています。うん、だから同時に100台って言っても100台じゃ少ないよなと思うんですけど、これ切りない話なので、まあ、皆さんに協力いただきながらやっていく感じですよね。まあ、変な話じゃ、うちもじゃ貸し出すよみたいなもうあるかもしれないですよね。ものすごい助かると思います。うん、あの下に移動させ、携帯充電できますっていうのはあるだけで、あのなる助かると思いますね。そういうのもね、本当に、まあ、我々もすごい勉強になるし、まあ、ラジオ聞いてるね、あの、区民の方たちもすごいその辺は、不安な人も多いんじゃないかなと思うんですよね。うん。勉強になりますね、それは。マンションで、あの、発電機買った人に助成金出るんですよね。はい、得って。そうですか。これがですね、ホームページ見ればわかるんですけど、ちょっとあんま言えないけど、あの、どう調べたらそのホームページにアクセスできるかっていうのは、ここなんですね。わかりました。でもすごくいいんだって、はい、しながら避難訓練やってとかもありますし、いろんなものを買えますので、マンション単位でも、はい、使っていただけるとありがたいですね。うん、ありがとうございます。すみません。じゃあ、あの続いての質問としまして、まあ、あの灰野先生が目標として掲げていらっしゃる、その、はい、100年住みたい台東区を実現すると。というところで、まあ、実際100年住み続けたいと、まあ、思わせるためにですね、まあ、その現在の台東区にその足りてない部分、足りてないと感じる部分ですとか、まあ、また逆にですね、まあ、どのようなところに力を入れていきたいと今考えていらっしゃるか教えていただければと思います。はい、ホームページ見ていただいてありがとうございます
そこからキーワードを出していただいて、100年住みたい台東区ということで掲げてるんですけれども、100年住みたいっていうのは、まあ、言い換えると、どの世代がどのタイミングに引っ越してきても台東区側としては受け入れる体制ができてるっていうことだと思うんですね。で、そのために一番大事なことって何かなと思うと、やっぱりその子供からお年寄りまでが活気づいて活力ある街づくりだと思うんです。どちらかというと私の考え方としては、保証をいっぱい出してというよりは、地域の活力をどう生み出すか。そこでいくと、いや、先生ちょ、今、先生本当のに、会社は木村さもんで、う大変素晴らしくてですね、いろんなコミュニティを作っていくっていう作業が大事だと思ってます。本当に町会って単位ももちろん大事ですし、それ以外にもいろんな社会人サークルだとか、木村さん、シティファームさんみたいに月に1回農業をやるとかもそうでしょうし、私で言うと、大鳥神社様のところで綿を育ててまして、ちょっとお借りして綿を育ててるんですけど、そのやりながら、地域がなんとなくみんなで協業できるような仕組みっていうのを作っていくってのはすごく大事なのかなと思います。病院に関しては台東区、基本的にはアクセスしやすい場所ではあるので、今ちょっと特殊な環境なのであれですけど、基本的には区内にも病院があって、近くにいっぱい大学病院もあるって中ではアクセスしやすいと思いますので、その辺はあまり心配してないですね。あとやっぱりコミュニティをどう作っていくかっていうのは、政治としてやっていかなきゃいけない仕事じゃないかなというふうに思っております。ハン先生は見て、ああ、この団体さんとか、あ、すごいなとか、この団体さん面白いなみたいなところの団体さんってなんか、いや、もうあそりれますぞか？れ面白いなって思うことあるんです。私は結構町会の付き合いがあるんですけれども、町会の場合だと、東京都でですね、地域の底力っていう商店、ごめんなさい、地域の底力っていう協力金が、助成金があるんです。この地域の課題を解決するために、助成金を、ですね、10分の10なんです。お、す1ごいじ年ゃないですで。か。しかも、1町会で20万円で、ここ20万円って言うとですね、大きいですよ。テントを買うというか、まあ、何かやってテントを手に入れたりだとか、あとは地域課題として見回り、地域見回りをしましょうだとか、最近ですね、冷蔵庫に入れる個人の病気の歴とか入ってる、なんとかペットボトルに出されてるやつがあるんですけど、それをみんなに配るたりして、地域を盛り上げたりとか、東京都はですね、だいぶ使い勝手のいい協力金をやってますので、じゃそれあ、を僕、初回に提案してます。ピュアさんとかも、じゃあ、そういうのと、こう、絡みながらやるってそう感ですじね、なんですか。町会で申請できるんで、もし町会でやるってなれば、タオコロカフェのね、周辺の、まあ、カッパが、また、カッパ橋のね。みんなで協力して。そうですね、そういうのを提案させていただいたりとかすると、で、町会でみんなでですね、何やろうか考え始めるわけです。で、その話しているプロセスがすごく大事で、そこがコミュニティになります。台東区やっぱりお祭りもありますから、町会とは別で、そうですよね。それはすごいコミュニティだなって思います。羨ましいですよね、本当に。やっぱ私はこの、ハン先生のこの100年住みたい台東区っていうのは、やっぱりこう、まあ本当、ああ、素晴らしいなと思っていて、やっぱりこう、郷土愛というか、まあ、地域の人たちにそういったものが生まれてくると、まあ、自然とその中でこう、もう地域のことを考えたり、で、そこから、まあ、マリアネさんとか社会保険労務士なんで、地域に根付いた仕事ってのが生まれてきたりとか、まあ、そういうようなことにこう、つながってくるんじゃないかなって思ってますね。その辺がやっぱりないと、なんかこう、お金だとか、まあ、または、ファッションな街だからここがいいとか、まあ、そういうふうな、話になってきてしまって、その、まあ、外的な要因で、まあ、この街に、でも次に、今度トレンドの街ですから、こっちに移るとかって話になって、まあ、結局はそういう話になってしまって、その、この地域のエリアがコミュニティになるっていうような感覚が、なかなかないのかなと思ったりするんですよね。だからその辺、この100年、自分の世代、そして自分のこの孫の世代まで、ここで住みたいなと思うようなことって、すごく大事かなって大気がするん事、です大よ事でね。すよね。特に好きな街どこですか、住みたい街どこですかって言って、台東区とはならなくても、やっぱり吉祥寺だとか、人気のある街ありますよありますね、よね。文京区だとか、でも、台東区ってどうですかって聞き直したら、あ、台東区もいいですよねって、じんわり見ないし、なんとなくイメージが良くて、あ、いいですよね、台東区あそこもあって、これもあってとかっていうふうに、そんなこう、
なんていうか、打ち出しっていうよりは、皆さんなんとなくしている台東区っていうのはすごくいいのかなと思って、これはもう皆さん先代の先輩方が、人生の先輩方がですね、築いてきた信用と、そうですね、元だと思うんで、守ってきたものがあるので、それはやっぱり守りながらやっていきたいですよね。まあ、そのなこの前もある方々が、台東区はやっぱり東京都のふるさとみたいなところだよね、みたいな話、やっぱり。だから出ますよね。出ます、出ます。やっぱそういうところ私もすごい好きだし、まあ、今、あの、原先生が言ったみたいに、こう、なんて言うんでしょうね、台東区っていうのはもう、あと背景にもあるみたいな。その上で、まあ、もしかしたら、その、港区だとか、まあ、市場の方もそうでしょうし、そういうのがあるんじゃないかな、なんて思っていて、その背景も少しこう、前に出てくる時もあっていいのかな、そういう今時代なのかな、なんて思ったりしましたけど、ないな。背景、あの、ストーリーみたいな。そう、物語というか。あの、台東区も文化は最高にいっぱいありますからね。寛永寺さんも、浅草寺さんも、それぞれお寺がいっぱいありますし、それぞれ歴史があって、はい、面白いです。面白いですよね。そうなんですよね。だから今も、あ、そうか、なんだかそうだなっていうふうに、言われると思うというのは、まさに背景の中にあるんだと思うんですよね。なんか、その通りの話にしたら、ちょっと思いました。その今後もその住民が安心してその暮らせるようにっていうところで、その、まあ、ちょっと別の区の例になりますけれども、はい、その荒川区ではその、まあ、グロー荒川ハピネスなんていう、ちょっとシステム、まあ、制度、はい、アンケートをですね、その、まあ、住民の方にとって、まあ、それをちょっとあの統計とって、どういったところに関心を持ってたりだとか、どういうところに幸福を感じるのかと、あのいったようなところを集計してたりするんですけれども、台東区になんかそういう仕組み作りというか、なんかまあ今現にあるものか、もしくはまあちょっとこういう、まあちょっと計画がありますみたいなのってありますか？いや、これはですね、荒川さん進んでますね。高橋の要望だね。進んでますよね。あの、ただ、区のは台東区は台東区民意識調査、あの、硬い名前なんですけど、区民意識調査とか、区民の要望を聞くアンケートもありますし、それは結構答えてもらってます。今、具体的な数字持ってないんであれなんですけど、それはホームページでも公開されてますので、その中でこう何に関心があるとか、どういうところが困ってるかっていうのは全部資料として僕たちも見てますね。この調査はなんか定期的に、あの、住民の方に質問、なんか紙とかで送って、そうです。やっぱりこう、まあ、あの、社労士会も、その SDGs をね、推進して、まあ、あの、林先生なんかにも、いろんな意見をもらって、この前も、あの、やらさせていただいたんですけども、やっぱりこう、この、もう一つの大きな課題がこれからあるとすれば、やっぱりこう、ウェルビーイングっていうのがあって、でまさに、まあ、荒川区さんはそういうのをやってるんでしょうね、きっとね。まあ、そういうね、やっぱりもう、あの、まあ、ちょうど今日この部屋の後ろに、こう、議題商談っていう、あのこれ日本橋 の風景なんですけども、はい、あのこう昔江戸時代 の町人やこれ市民を描いてるんですけども、この中の人たちってこれ全員笑ってるんですよ、一人一人よく見て、怒ってる人が2、3人いて、なんかあの酔っ払って喧嘩してる人と、なんかこう犬となんかあのなんかこう戦ってる人とそれだけで、あとみんな笑ってるんですって。だからこれやっぱり江戸 の下町の風景で、うん、やっぱりそういったこう笑顔があふれるその町っていうのがやっぱりこの下町にあったんだなって思っていて、まさにこの林先生 の100年住みたい台東区、まさにこれがまだ残ってるのかしらないかなって思ったりするんですよね。確かに結構僕こういうバッジも何もつけなくても、普通にやっぱ声かけられますもんね。ですよね。この前喫茶店、初めて行った喫茶店で、あん、ごまと梅干しって好きじゃないよねって言われて、好きですって言ったら、私が人にいらげてもらって。本当ですか？いや、びっくりしました。食べました。美味しかったですね。美味しかったです。こんなおばあちゃんが似ておにぎりでこんなちっちゃくて、全然足りないんですけど、おやつにちょうどよかった。高橋さん、でかすぎるし。私も横にでかいんですけど。ああいうのはやっぱりいいですよね。バッジがなくても、その声かけられてっていうのは、やっぱり地域の方とつながってる証拠だなっていうふうに思うんですけど、そのバッジがついてないと認識されないってなってしまうと、
まあ、その議員としての側面しかまあ見られてないんだろうなっていうのをちょっと感じる部分ではあるんですけど、まあ、ちょっと今のエピソードとかは本当につながりを持っているんだろうなっていうのは、うん、やっぱりもう台東区と根付いてそこからの存在感っていうか、うん、それがやっぱりね、うん、あるなと思って、俺もやっぱり今研磨さん活動してるとね、まあ、それこそお野菜を渡したりとか、また逆になんかたくさんいろんな、それこそあのお稲荷さんいっぱいもらって帰ってきたりとか、このなんでこんなもらっちゃったのみたいな話になって、ああじゃあ今日番号これだけで大丈夫だみたいな話だったりとか、なんかすごいそういうのがまだ残ってるなっていうのはすごく思うんですよね。ありがとうございます。それではですね、まあ、ちょっとそろそろ時間にもなりますので、まあ、ちょっとまとめの方に入りたいと思いますけれども、あの実際に今いろいろ肺の先生にまあお伺いしたところではあるんですけれども、やっぱりあの最終的にその例えばまあ100年住みたいはもちろん、その長く住んでいきたいとか、そういう地域づくりっていうところに関しては、あのまあもちろんあの政治家の方、あの実際にこう主体的に動いている中でいろんな方から話を聞いて、あの尽力されている部分だと思うんですけども、我々住民側の方も多分一緒になって動かないともちろんいけないことなんだなっていうのは今すごい強く感じたところでもあって、うん、あのちょっと今後もいろいろあのお世話になる部分あると思うんですけれども、よろしくお願いいたします。最後一個、はい、あの何回かお伝えしたんですけど、やっぱりその区議会議員って32人台東区にいますので、地域の区議会に必ずいると思います。あのなんかイベント行くと必ずいると思うんです。なんか暑いのにジャケット着てたりとか、今日ペアルックみたいなジャケット着てる人がいたりとか、みんなが私服のないスーツ着てる人って必ずいるんですけど、ちょっと話してみるとすごく意外とみんないい人だ、意外といい人なんですよ。小難しい人ほとんどいないので、なんで僕も違う会派の先生と話し教えてもらったりだとかよくしますので、ぜひ皆さんもですね、ぜひあの政治家はにちょっと話してみると意外と面白い人いっぱいいますので、ぜひお勧めしたいなと思います。はい、あの我々はあの今ちょうど社労士会の方も今、ハヤン先生にいろいろとお世話になりながら、今あの労働条件審査もあるとか学校教育のところがいろいろとこう台東区のために何かできることはないかな、社労士会も動いてますので、まあ、本当今後もよろしくお願いしたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや本当にあの今日お忙しい中お時間あの作っていただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの今もお話聞きながらスタジオでもちょっとこういろんな区 の暮らしのことを話してましたけれども、いかがでしたか今回。やっぱりいやこう、まあ、ハイノさんがね、政治家は使ってなんぼっていう話を、ね、うん、してましたけども、結構こう身近の中でね、直接まあ政治家の方にお話ししていくといろいろとこう変わることがあるんだなと思いますよね。うん、なんかこうあのすごい遠くに政治があるような感じがしてどうしていいか分かんないみたいなところがあるんだけども、まあ32人かな、1人ですね、のね政治家の方が台東区の中にいるわけなんで、はい、まあ、そういった方々と、まあ、今もね SNS で Twitter とかね Facebook の中で簡単につながれるんだよね。まあ、ハイノさんをはじめいろんな先生方またこう懇切丁寧に答えてくれるなんて話をしてましたから、まあ、そんなとこから自分が合う、ね、政治家の方を、まあ、あのつながっていくなんていうのはね、あのすごく、この地域が豊かになる。また台東区まさにあのハイノさんが言ってる通り100年ね、あのなんだっけな、続く住みたい、台東区、それをどうやって実現をしていくのかっていう、ね、ところにもつながっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。なんか私も早速ツイッター、あのハイノさんのツイッターフォローさせていただいて、昨日はあの地元の仙台の育英が優勝したので、うん、白川の席を超えましたねなんて言ってちょっとメッセージやり取りさせていただいたんですけど、東北人同士、はい、なんかこうそういうリアルでもこう言葉を交わして、特に台東区はやっぱりこうお互い挨拶し合う街の雰囲気ってまだまだある街なので、うん、でもなんかオンラインだからこそいろんな意見に触れたりっていうのもできるわけなんで、なんかそういうのもこう織り交ぜながらの、まあ、自分たちの、暮らしやその働くのことをこう主体的に考えるっていう流れがなんかこれからますます強まっていくといいななんていうのをちょっと今回いろいろ学ばせていただきました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、それでは、次のコーナーお願いいたします。今日も元気に野菜がうまい。しまま。田所かめコーはい、有限会社人事労務が運営する903シティファームが、2020年の秋に、農と食で地域がつながるをコンセプトに、台東区のかっぱ橋通りに、コミュニティカフェ田心カフェをオープンいたしました。かっぱ橋から90分圏内で採れる新鮮安心安全な、無農薬減農薬のお野菜を店頭で販売しております。またそれらのお野菜を使った体に優しいメニューを、ボランティアメンバーの皆さんとともに、提供しています。で、今回はですね、9月の24日に、秋葉神社さんで、開催される、田心マルシェについてご紹介いたします。それでは VTR ご覧ください。今日も元気だ、野菜がうまい。しまうま田心カフェコーナー。皆さんこんにちは。903シティファームの園長の志村です。今回は9月の24日土曜日に開催されます、秋葉様の田心マルシェ、通称秋葉マルシェについての、お知らせになります。秋葉マルシェは、地域の、コミュニティの場となったらという思いを持っている秋葉神社の、沼目宮司さんと、自分たち、農と食を通して地域のつながりを醸成したいという思いが、重なり2017年にスタートしました。かつて、浅草田んぼと言われたこの地域を再び食の豊かな町にすることを目指して、人の命をつなぐ食、それを守るの、そしてそこから紡がれる人とのストーリー、それをつなぐ多くのご縁、人と出会うきっかけになるようなイベントにできればと思っております。ではここで既に決まっている出店者の方々のご紹介です。まずは今年初めの松屋浅草の出店でも、お世話になりました株式会社ネギゼンさん、明治18年から続く、130年以上ですね、老舗の、ネギ専門店でして、当日は幻の長ネギ、江戸千住ネギを販売します。続きましてコスモス浅草橋さん、障害者の、就労支援を、されております会社さんです。世界に、一つだけの、一つ一つ、こだわりを持って作ったカバンや、草履などを販売します。続きまして、今回初出店でありますこじんまり商店さん、足立区の、綾瀬に商店を構えておりまして、作り手をついつい応援したくなるような、美味しい&、愛おしい商品の数々を販売します。今回は足立区を中心に活動していますカフェのトリコさんというベーグル屋さんと一緒に共同出店をします。自分たちも、こだわりと、思いを持った商店の方々と共同して、秋葉マルシェを開催できることをとても、嬉しく感じております。また忘れてはいけない自分たちのブースの内容なんですけども、例年通り、安心安全新鮮な、お野菜の販売と今回の自然体験コーナーと題しまして、ネイチャーゲームをやります。このネイチャーゲームというのが、身近な自然を発見して地域のご家族の、思い出となるようなブース体験を提供できればと思います。またタココラカフェブースでは、地域のパティシエさんと共同開発をした野菜のシロップを使ったかき氷を販売します。ぜひ来月9月の24日土曜日、秋葉マルシェ来てください。また8月いっぱい、出店者の方々もまだまだ募集しておりますので、ぜひもし興味がある方々は、ご連絡ください。待ってます。はい、ありがとうございます。9月の24日ですね。はい、うん、久しぶりのなんかね、あの地域お祭りみたいなんで、結構ね、例年まあね、ちょっとこの前は中止になっちゃったけど、例年以上に、まあ、ポスト貼ってくれる人とかね、多かったりとか、まあ、頑張ってねとかね、もう、まあ、逆に反対されちゃったりとか、なんか言われちゃうかななんて思ったんですけどね、まあ良かったなと思いますし、まあネギ前線なんかね、このコーナーでもね、紹介させてもらいましたけども、この地域をノート食でまさに羽野さんのね、お話じゃないですけども、つないでいくっていうね、
ところなんで、まあ、ぜひとも皆さん来てください。はい、はい、それでは、終わりの時間が近づいて、まいりました。リスナーの皆様いかがでしたでしょうか。下町しまうまラジオホームページからですね、過去の放送分もご覧いただけますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、第21回目の放送聞いていただきましてありがとうございました。次回放送は、9月の27日火曜日の、14時からになります。次回も楽しみにしてください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。